そうですね。なフルカスじゃあ僕料金持ちますよ。え、払ってくれるんですか？はい、いいっすよ。え、なんでですか？え、いやもうこの世界聞くやめるから。 え、なんで、何があったの？運営も若干クソっす。あポンら、ポ君が武器売ってくれるらしいマジけど、で、俺ちもおょ、金持ってないからさ、売ってくどうしれ、ます売ってくか。れ。おいくらですか、武器。一つで3000万なの。1500万なんすよ。2つで800万でダメですか？これじゃないっすよ。いいの？え、いいの？正面俺武器使う場面ないんで。おお、優しい。え、サーバー閉鎖って追い込まないでほしい。これだけちょっと使えます？いそんなことするわけないじゃないか、僕たちが。や、わからん。いや、わからん。一応ね、やっぱプレイキーさんもね、うん。ちゃんとサーバールールにのっとった感じでやってほしいっ当ていたりう。前だよ、信用してくれ。他の人に不快な思いをさせないように。相手って人間だから。すみません、本当に申し訳ない。ああ、わかりました。すみませんね。いろいろと。じゃあ、ご苦労様でした、今日は。お疲れ様でした。配信頑張ってください。あ、ありがとうございます。ご苦労様です。ではでは。どうもどうも。はい。また。ありがとうございます。あと一丁、彼に。四郎さんに。あ、オッケー。ちょっと弾も入れる。弾とか売るんで。よし、何人殺せるかな。さて、狩りの始まりだ。ちょっと俺のことだけは殺さんでください。間いや、違えもちろたんもらちごろん。めん。あ。なんだ君ら。喉閉まってるけどな。喋ろ。喉を開け。逆走だな。逆走は良くないね。よくないけど追いつかないね、これ。二人乗りバイクはな。お？すいません、お兄さん、止まってください。逆走ですよ。危ない危ない。危ないよ。逆走、気をつけてね。お兄さん。逆走だよ。逆走すると命取られるよ。いやいや、急に撃った。俺撃つと思わなかった、びっくりした。薬ですか？カスタムですか？客じゃない。このラビさんっていう方に話があって。ああ、なるほど。話があるようです。ラビさん、ちょっと来てくれ。イケボすぎ。さっきはごめんね、中指。君のことを試していたんだ。どんな器なのかなと。そしたら君は見事合格した。君はギャングだよね。そんな君を探していたんだ。器のでかいギャングチームを。我々はギャングに入りたいと思っている。まあ僕らでちょっと中指やって、本当切れるか切れないか検証してたんだよね。したら君は怒らなかった。まあ別のことにちょっとイラついてるんで、ちょっと別のこと？別のこと？これ役に立てるかもしれない、俺たち。そうだね。でも、ハングレなのかな。ハンええ。グレが本当に首突っ込んだらやばいことなんですよね、マジ状況だけでも説明とかってしてくれませんか？お金をたかるっていう。なんてことだ。それは、ハングレがたかってるんですか？ハングレじゃない、黒ギャン。よくやん。マジ、ろくなギャングいねえっすよ、今。今、黒ギャンいます。いますか？多分いないんじゃないですかね。どこにいるか分かりますか？探しこれてくだはさ俺たちが行くしかないな。ねえ。実際今、運営さんに問いかけてやってるんで、もしかしたらもう、
団体賞っすよこれ。さすがに。いやラビさん、運営に頼るのはやめましょう。俺らが頼ってくれ。なあ四郎くん。俺たちが片付ける。任せて。黒ギャンの遺体を何体持ってこれば納得してくれる。あいつか黒ギャン。違います。こいつか。お前黒ギャンだろ。服装が黒いぞ。そうだな。皆さん覚えてる？ん？僕っすよ。いや、黒ギャンだろ君は。黒ギャンだな。バイク奢った一つ。え？黒ギャンだなこれ。このいい、うん、この言い回し黒ギャンでしょ。黒ギャンだな。黒ギャンと赤ギャンの間には本当に首突っ込まない方がいいです。本当に突っ込まない方がいいと思う。あまりさらに増えて火種が増えるだけだから。もうあまりね、やめてほしいっす。本当に。うん、本当に穏やかに生きてほしいっす。そんなことができるわけないだろ。何言ってんだ。穏やかになんて生きてられるわけねえだろこっちは。3000万のほらフル活バイク奢ったじゃないですか。ギャング入ってからならいいけど、そういうあの破天荒に行くのは。ハングレのうちは本当にやると思う。いやもうそうだね。すぐ上に目についてバーされますよ。そうっすよ。いろいろと。あのさ、本当にやめてほしいです。ギャング入ってからやってほしいです。そんなのに。おっと、黒ギャンかこれは。黒ギャンだな、これ。黒ギャンかちょ、感じしたらマジでやばいっす、今は。人が一人死んだぞ。黒ギャンだよ、俺。今のは大丈夫。あ、大丈夫ですよ、ね、うん。今のは因縁。こう因縁ですね。そうそう、因縁システムがここにもある、あると思う。殺されたんだけど、って言った、うん、殺したんだから当たり前だろ。確かにね、僕の友人を殺したから。さあ、とりあえず黒ギャング見つけたらぶっ殺して あの人に持っていきたいな。そうだね、うん、あれ、RP なのか、なんか真剣になんかみんなどうしたんだろう、あれ。いや、あれ RP じゃなさそうだ。じゃないよね。とか言ってるから、そう。違うよね。マジで悩んでる、あの人。悩んでるね。区別壊ない方がいいっすよ。とか言って。うん。いやいや、別に。どうでもいい。ゲームだから。そうなんですよ。どうでもいいんだ。おい、目覚ましてくれ、マジで。ゲームだからさ。本当にゲームなんだからさ。いいんだよ、別に。なんかいたね。いたな。すいません。めめさん、黒ギャンですか？はい。僕は黒ギャンじゃないですよ。なるほど。ただの一般タンコフス。あ、タンコフさんか。どうしますか？いや、なんかズボンが黒かったんで黒ギャンかなって。全然違いますよ。了解です。なんか優しい人たちばっかだね。ね、優しい人多いね。なんか心がね。あれは殺せないわ。殺せないね。さすがの我々も。うん、痛むわ。うん、そう、あれがもし黒ギャンでも殺せないよね。殺せないね。黒ギャンがあんな感じだったら困るよね、ちょっと。でもなんか聞いた話より、あいつ曰くとんでもないやつなんだよね。そうだね。すごい。お？黒ギャンだ。黒ギャングだ。すいません、かの有名な黒ギャンですよね。知ってますよ、あなたが散々嫌なことしてるの。こっちは、あれ、どうなんだ、本当のこと言われてこいつ何も言えなくなってますよ、ヨンロさん。これが黒ギャンか。噂通りだな。噂通りだな。あ？あ？何これ、業者なのかな、ショッキングソリューションズっていう。今、あ？あれ？黒ギャンが来たか。黒ギャン？警察だ。どうだ。ちょっと一旦ここ離れますかね、これね。そうですね。うん、あ、でも向こう行った。あ、いやいや。あ、警察が向こう行った。オッケーオッケー。よしよし。でさ、黒ギャンか。あれ？あれさっきあったかな。あ、さっきあった。黒ギャン発見しましたよ。あ、見つけ
この人なんで探してたんですか。この人です。まあ、この人、そう、どっかのギャングから。え、違うの。俺と一緒に来た人っす。ああ、そうなの。なんもう、なにそれ。喋れよあいつ。あのさ、あ、聞こえる？すいません、見落としてました。黒ギャンだよね。え、黒？うん、いや、自分普通に白市民です。本当？え、二人は黒ですよ。あ、後ろにいました、黒ギャン、ごめんなさい。あ、俺が黒ギャンだったわ。あ、ハゲ。サラダ食べたい。黒ギャン、黒豚、こんにちは。こんにちは。こんにちは。黒ギャンでしょ。どうですか。お、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 何すんのお前。大丈夫か。よし、やっぱこいつ黒ギャンだったか。ああ、こいつゴースティングの嵐かもしんねえな。いや、俺もそんな匂いしかしない。あめちゃくちゃなんか今のマイゴースティングだわね。すいません、救急隊の方いますか。え、ちょっと待って、あれあ、行ったそばからいるじゃん。はい、なんすか。こんにちは。こんにちは。炭酸さんって言うんですね。炭酸さんっす。炭酸さんさんみたいなこと、名前つけてるっすね。え、ちょっとどうしようかな、これ。なんすか、何がありました。ちょ、怖い、何どうしよう。怖いっすか。なに、やめて。なに、え、なに、ちょっとお話いいですか。ついてもらう、ついてきてもらおうか。はい、なんですか、いきなり殺して。いや、警察署行きましょう。警察署。ちょっといきなり殺すのはゴミじゃないですか。ゴミですか。さすがにゴミですか。さすがに強引じゃない、これ。さすがに強引ですか。すいません。いや、ちょっとね、これはね、はい、なんか運営の方でちょっと話があるらしいんで。運営、僕たち無差別キルはしてます。ちゃんと因縁があって殺しますよ、ここは。今本当ですか。いや、本当ですよ。本当に、うん、本当ですか。本当ですよ。ちょっと待ってください。所長、捕まえました。とりあえず。あー、こんにちは。どうも。あー、どうも。ジミンさん、どうも、こんにちは。お話しいただいてください。ん、何やったの。壊れちゃった。なんか殺されました、この人たちに。怖い思いさせて。上の人から、キルをして、キルをして OK の許可が出て、で、キルした後に、警察署に持ってってくださいっていうふうに言われたんですよ。そうなんですよ、なんか。いや、それじゃ殺すぐに言ってくださいよ、そういう時は。言います。いや、でもさすがにちょっと言えないじゃないですか。事前にね、どんな内容を聞いたか分かんないですけど、僕たち意味わかんない殺ししてないですからね。いや、目の前で見てるんですよ、僕が。目の前で、ね、なんかメカニックの目の前でなんか2人殺したらしいっすよ。何、メカニックの前で2人殺しました。私たち引き逃げ犯を殺しただけです、ね、そうです。引かれたんですよ。なんか普通にぶつかった、ぶつかっただけ。なんか話によるとぶつかっただけで。いや、それはぶつかった人の話でしょ。そうやってみんな言うんですよ。引いた時はぶつかっただけ。逃げるぐらいしてるからな、あれ。そう、どさくさに紛れて私たちのことを撃ってた人いたじゃないですか。何、やめて。あの人が死んだんですよ。で、あの人の代わりに私たちが復讐したのに、あいつ何なの。自分もよく自分が分かってないもんね。あいつ、そこら辺は見てないですよね、自分は。ああ、私もよく知らんねえ。見てないのに殺すのはダメでしょうよ、だって。お、許可が出たんで、まあ一応してみようかな。そうですね、まあ承認はいるんで。あとリンクさんからも許可れてたんで。まあ、いろんなとこでやってたみたいだね、一旦。そうですね、いろんなとこでやってますね。そうだね。
やってはどうでした？どこでやってましょう、うん、どこ事情はもう全部知ってるからあれなんですけど、まあ武器屋でも人殺してるっていう。あのですね、あの聞いてくださいよ。俺が殺されたんだよ、あの武器屋で。来た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 。武器屋でね、殺されたわけですよ。あ、殺されたんだ。だから僕が殺したんで、だからそのあなたたち被害者の声ばっか聞いてるでしょ。ああ、はいはいはい。これだ、すごいね。一応さ、なんか殺されたって聞きましたね、そういえば。まあ確かにね。被害者の声だけしか聞いてないかもしれない。俺が死んでんだよ。そうだよ。現に死んでたでしょ。だから運んできたんだ、救急隊のところは。まあ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 。じゃあ一旦救急隊行きます。お前なんで俺のこと撃ったんだ、おい。あ、やばい、来た来た来た。お前ちょっとそれだけちょっと。お前ちょっとおかしいぞ、俺のこと撃ったの。こいつだけおかしくね、ちょっと。なあ、ちょっと一回話し合おう。一旦話します。一旦話しましょう。止まれ、多動しよう。多動しよう、止まれ。ちょっと。おお、なになになに。待って とりあえずちょっとここに置いときますね。はいはいはい。危ないんで。これはまた何があったの？なんかいきなりモヒカーンって人に殺されました。ああ。モヒカン、モヒカンさん、なんで殺したんですか？教えてよ、状況を。何があったの？まあ、一応今連れてきて一回蘇生したんですよ。うん、そしたらなんか、なんだっけ、今向こうにいた、はいはい、モヒカーンって名前のそのなんか厚着してる黒い人がいきなり、すみません、ジメさん、ジメさん、この2人の仲間らしき人が今、はい、離陸したんですけど、はいはい、降りてくださいって、私の方になんかもう一人撃ってきてる人がいて、はいはい、降りてきてくださいって言ったんですけど、離陸して逃げたんですよ。YDM って人、パタパタしてるけど。仲間僕ら2人しかいないんで。本当ですか？YDM って人にめちゃくちゃ撃たれましたよ、私。いや、知らないし、何なの、この人。疑いすぎだろ、マジで。じゃあ、モヒカーンの罪は何なんだよ、モヒカーンの罪は。おい。モヒカーンの罪？モヒカーンの罪はどうすんだよ。一回ね、蘇生だけ入れてもらって。モヒカーンの罪？モヒカーンの罪？それちょっとわかんないですね。お疲れ様です。まあ、ちょっと一回ね。それだけしましょうか。そしたら一旦蘇生しましょう。一旦蘇生しましょう。モヒカン、モヒカンの罪は？モヒカンの罪、モヒカンの罪が罪ってことですか、つまり。なるほどね、わかりました。了解です。待ってください、待ってください。はい、もういいです、いいです。あ、もう今ちょっと楽しもうかなと思ったけど、もうやめました。もうはい、もう終了。はい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 。マジかよ、もう終了だわ。はいはいはい、もう終了です。俺たち会話できないの？大丈夫これ？このまま。そう、もう。できないよ、多分。多分できないよね。大丈夫かなと思ってんだけど。なんか、俺らよりすごい心配だわ。なんか、俺結構このサーバー大切にしてたんだけど。あ、本当ですか？それは、ありがとうございます。まともにあれかな？もしかして。なんか、すごいまともにやってたんだけど。なんか、あんたたちがまともじゃないからやめた。マジかよ。うん。マジかよ。全部見ればわかるさ。そうだね。うん。まともじゃね、とりあえず。うん。いろいろ申し訳ないことをおっしゃるような気がする。まあ全然そういう話してるんじゃないんだけどね。ダメだこれ。これダメだもん、プレジャーこれ。俺も話し通じない。ああ、もうダメだと思う、マジで。俺はもう諦めてる。俺もな。いや、俺はまだ諦められなくてさ。一応人間なのかなと。彼らも。ああ、私がね。彼らも彼らで今興奮状態にあるから話聞かないでさ、浮かれて今楽しんでるのかなと思ってんだけど、いや、じゃあジメ君じゃないよ、周りの方ね。はいはいはい。ああ、そういうこと。ああ、そうそう、一応頑張ってやろうかなと思ったんだけど、まあまあちょっと諦めました、僕が。理解しました、いろいろと。してないだろ、何を理解したんだ、じゃあ言ってみろよ。何を理解したんだ、ジメ。てか、ゲリミン。まあそうですね。何も理解してないだろ、お前。ちょっと。いろいろとね、おう、間違えた気がしますね、これは。そうだと思いますよ。無言で我々を殺してきた人たちは、あれ誰なの？警察官なの？いや、違うね、これは。無言に、私ですか？うん、
それはあなたじゃなくてモヒカンですって言ってんじゃん何回も。モヒカン。すいませんすいませんすいません。あれなかったことにされてるから。あれなかったことにしてるんですか。あれはな、何なの？彼らはわからん私も。正直。うん。だからほら。思ってて。浮かれて処理間違えてんじゃないですかこの周りにいる方たちも。うんそうだねこれは。でしょ？あんた所長やってんだろ？やばい。そうだね。全然ゲーム性じゃないか。RP とはなんだ？何を学んだ君は？ゾンビみたい。あはいそうですわ。まずは事情聴取からの質問。焦らない。何があったのかお互いの意見を聞く。これ基本だろ。はい、RP じゃないね。あそうですね。ゲームだ。あなんかゲームです。我々はもうゲーム感覚でやってるからいいんだけど、あんたたち RP という名を使ってやってるわけだろ。あそうですわ。はい。だったら二度と RP なんて言うんじゃないぞ。RP とはうんうんうん。ステッカー…ステッカーってどこですか。おいゴースティング。あれ逃げた。こいつ弱っ。とても悲しいお知らせなんですけども。はい。まあバンとなりますね。なんでどうしたの。ああちょっとね一旦あれですわ。うん。ちょっと苦情の電話がとんでもなく殺到してまして。一回5分話しよう。どんな苦情なのここで。どういうこと、まあ、5分、5分だけ時間くれよ。あ神権限として、まあ、まあそうですね、まあ言ってしまえばね、うん、まあちょっとあまあ現状ちょっと治安が悪くなる要因になりつつあるというか。あ俺らがいると、まあそうなりますね。え何それどういうこと。やば、先ほどもそうなんだけど、まあここにね、まあ、銃撃戦が起きたりと、あと言ってしまえばここって今臨時で EMS のね拠点になってて、まあその横でちょっと銃撃が起きちゃうとねちょっと良くないなっていう。じゃあ苦情の電話じゃなくてあいつらもいらないから早くバンしろってこと。ああまあまあいわゆるそういう感じというか、ちょっとまあまともにRPするのかなっていうことらしい。だってさ、じゃあ最後ここで写真撮って終わろう。ゲニミ、あーいいですよ。すいません、皆さん我々が来たせいで治安悪くてしまい申し訳ございませんでした。いいえ、守ってくれてありがとうございます。はい、せっかくですねこのサーバーで頑張ろうかなと思ったんですけど、バンとなります。今までありがとう、まあ申し訳ないですけどね本当に。無敵だ。おやってるよ。さよならゲリミ、会えてよかったよ。じゃあね。あどっかで頑張ってくれ。おいこれさひどくない。